こんにちは和食検定チャンネルへようこそコーディネーターの川上です日本の和食は食文化として世界に誇れる素晴らしいものですしかし普段食べたりするものでも聞かれると答えられないことが多いですこの動画では難しいことを分かりやすく楽しく日本の食文化和食を知ってもらうために作りました第1回は日本の気候と歴史をアニメで紹介します 先生やで今日から俺と一緒にぼちぼち和食についてやって和食券って頑張ってこな。和食って俺はめっちゃ好きで美味しいと思うけど和食について知ればなんか気持ち的にさらに美味しくなるし和食嫌いや言うてあんま食わへん人もちょっとだけ食べてみようかなってなるかもしれんで日本人だけやなく日本に遊びに来てくれた外国人のためにもこのアニメで少し詳しくなってみようか。 世界には和食、洋食、中華、フレンチ、イタリアンっていろいろあるんやけど、それっていうのは料理人以上にその国の環境にめっちゃくちゃ影響を受けるからやね。海がなければ魚は取れへんし、冬雪に閉ざされるとこでは食べ物困るんで保存食が育つ。日本だと水が綺麗やから水が大切な米や酒、そばわさび、困難んな,んなんかが美味しくできる。やからまずは和食を生んだ日本の環境とその歴史見ていくで。 そもそも和食が複雑で深くなるんは、和食を生む日本の環境が複雑やからやね。日本は北は北海道、南は沖縄まで、北緯45度から20度と幅広く、長さ3000キロって細長いため、寒さがあかん、あかんたいから、めっちゃ暑いねーの亜熱帯まであって、さらに冬は寒い北から、夏には暑い南から風吹く季節風のせいで、一年の気温の高低差がすっごい。 すごい幅あるんで暑くて夏バテをした時いいもんとか逆に寒い冬食べ物なくって困らん保存食とか暑いとこに似合う食べ物から寒いとこに似合う食べ物まで和食も幅がかなり出るねあと日本って地震多いやろそれって火山が多いからやけどそうなると4分の3山で高低差もすごいんやけどそれと和食関係ないやんって思わへんそれが高低差がすごいと川も水が一気にささっと流れたりして濁りにくいんで綺麗やね その結果、米や日本酒なんか和食の主人公たちが美味しくなってんな。しかも日本は世界の中でもトップに海に囲まれた国で、海流もなんと津島、リマン、千島、日本って四つに囲まれてる。覚え方は外国ロシアから来てるのがリマンやから一個だけ外国語っぽいリマン。これはわかるよな。ほんでこんだけ四方向いろんなところから海流乗って魚来るからめちゃ釣り楽しいやんってことで覚え方も釣りロマン千日、親苦労ってなるわけや。 そんなわけで日本は暑くも寒くもあり高くも低くもあり海も4つから流れてくるくらい複雑なんで日本の和食も複雑なってんほなその歴史も見てみようか日本の歴史言うたらみんなは最初縄文時代ってなるやろけどこの頃すでに普通の野菜みたいに畑で焼きはたして米作っててんそれが弥生になって水を張る田んぼで米作るようになると和食は米を中心に発展していったんやちなみに日本の米はジャポニカ米ってジャパンの名が使われてるくらい特徴的で 同じ米米のインディカ米と比べててて丸くももちもちしてるねこの米も初めは弥生い時とかで煮て食べててんけど古墳時代とかってなると古式で蒸す料理法ができてん古式だけに古墳式ってわけなするとその後歴史で聖徳太子とか小野の妹子って覚えてないかあの小野の妹子は小野の小町とかと違って妹子やのになんと男ってかひげ生えたおっさんで今テレビでは初めてのおつかいとかってあるけど あれがまあほんまにもう元祖初めてのお使いで中国へお使いに行く遣隋使なんねん。そしたらそんな風にちょこちょこ中国行くうちいろいろ学んで平安時代になると中国真似て数を偶数にこだわり箸とか食べ方の作法も気を使うようになってんねん。ちなみにこの頃は料理っていうか食べるときに塩とか酢を振りかけて食べる振りかけ方式でまだ今の料理屋敷もんとはちゃうな。こん頃の料理を代表言うねん。 いろんな食材に自分でおいしくなるよう,うまいことをふりかけてあげなあかんっていうことからおいしく食べれるためにはむちゃくちゃ器用やないとあかんつまりむちゃくちゃ器用で大器用やほんでもそれがいい国作ろう鎌倉幕府って武士が中心の鎌倉時代になると武士って何かあったらすぐ仏像って暴力的なんで、仏像の仏教を大切にするから精進料理が生まれて精進料理は日本やともともと偉い天皇が「肉食うな!」って 肉禁止令出したからあんまり肉は食べてへんかってんけど魚も我慢するんや精進せえよとか今も言うけど頑張れとか怠けるなって感じやから肉や魚を我慢するのを精進料理言うのもわかるなそんな風に我慢せなあかんので我慢比べの時代やったんで「我慢比べ」略して「がまくら」つまり「鎌倉時代」ってことなるんや。 でも悪いことばっかりやないどころか今の日本がコロナで遠隔授業とかやったり在宅ワークって進化したように肉魚食えんとつまらんのやったら料理法工夫しようとか美味しくするぞーってみんなが頑張って日本料理に欠かせないだしを使うようになったり油で揚げたり今の和食になくてはならないもんになっていったんやそうやってピンチをチャンスにするのが日本な本でもそんな我慢比べの鎌倉時代が反対派に倒されると今度は逆にむしろマジ豪華って真逆の室町時代になる そしたら料理も豪華になって数のこだわりもいつの間にか奇数になると皿や禅の数も大量にして見た目も華やかになってとにかく贅沢なるよう本気の全力出して作るため本禅料理って言われるようになんね多くて華やかで贅沢が特徴やから今でもめでたくて縁起のいい結婚式とかで三々駆動とかって残ってるであと和食の基本一3三もこの頃できたほら1も3も9も全部奇数やろ そしたら、その後戦国時代のわちゃわちゃを抜けると、安土桃山、わちゃわちゃであっちって言うたらわかりやろ。そや、茶の湯、茶道が大人気なるんや。あくまでお茶メインなんで、初めは軽い食事って感じやったらしい。今で言うコーヒーにサンドイッチみたいな感じやろか。こんなんお茶中心の料理を懐石料理って言うね。ほんでその精神はサンドイッチとコーヒーだけに、チとこう、一こうで、一五一えってなるんや。懐石料理とか一五一えこんなん聞いたことあるやろ。 ほんで、この安土桃山時代に、今までは濁ってた酒から澄んだ綺麗な日本酒が作られるようになると、次の江戸時代になって、同じ解析でも、合う席の酒を中心とした解析料理が生まれて、これやばーどっちがどっちかややこしいってなる場合は、お茶中心は、お茶ーって、つまり中国の漢風みたいなんで、壊す意みたいな字になるし、酒中心の解析は、酒で合う席。つまり、合コンエイドって覚えればいいんや。ほんで、この二つの大きな違いは、 ご飯味噌汁が先に出るかバストに出るか。お酒って締めのラーメンとか締めにお茶漬けっていうだけあって、合う席の解析は後にご飯や塩気のあるもんが出るんや。それが今の時代やとお茶漬けやったりラーメンなのも炭水化物と塩気やから同じやろ。これが今の和食を育ててきたんや。ってなわけでまとめると、日本は南北に長く3000キロもあるんで、暑さ寒さが違ってて。 地震の多い山ばかりの上下あるんで水きれいで海に囲まれ四方向から流れてくるんで複雑なもんになって古式で結ぶ古墳時代方式から中国まねて偶数とか橋の作法とかこだわり出すこん時は料理がふりかけ方式やったんで上手に手使って美味しく味付けせなあかんかったからめちゃくちゃ器用やないとあかんってことで料理は大凶言われる頃やそしたら今度は精進料理で肉魚の我慢比べでもそのおかげで出汁や揚げ物が発明されてん。 その後、わちゃわちゃ戦国時代の後、お茶文化の茶道が生まれると、お茶だけに、お茶って、石叩き割る懐石料理が生まれ。その時、綺麗な透明な日本酒も生まれると、次の江戸時代、その酒を中心とした合コン料理の懐石料理が生まれたんや。一気にここまでのまとめって突っ走ったら、こんな感じになるな。どうやった少しは頭入ったか慣れてへん時は、この後、このまとめを見ながらでいいから、いっぱい問題を解け。アニメもどうせ10分ないし。 すぐ見れるから何度も見たり問題解けば絶対頭入るで。ほな和食検定落ちてワーショックって並んでいいよ。これから一緒に和食について詳しくなってこな。頑張れよ。ファイト 最後まで見ていただきありがとうございます。これからもわかりやすい楽しい動画を目指していきます。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。